運命線の長さは3センチ。どうも占い師のフラッシュです。みんな何してるの？僕デンガンです。初めまして。よろしく。黄色でさを見られちゃうか。僕何歳まで生きれるかな？2歳。僕5歳なんだけど。占い師さんこれ逆じゃない？というわけで、はい。企画人狼。これはですね、なんと俺が開発した素晴らしい最先端ゲームでございます。マジっすか？マジェスティックです。これはすごい。マジェスティックです。ほんまにゲーム性ちゃんとしてたらびっくりする。いやほんまに、いやこれは正直マコセンスが全て、4年外のマコセンスが全てですけど。あ、そうなんですね。どういうものかっていうとですね、4人いて1人だけ違う企画が与えられてるわけですよ。あ、でもその1人が誰かは分からない。おー、で、結果企画をしてみて誰が違う企画をやってたかっていうのを当てるゲームでございます。なるほど。皆さんルールは分かってる？ルールは分かるんだけど、意外と単純でしたね。意外と単純でした。もっと踏み出すかと思いました。というわけで早速やっていきましょう。マルガリタバーシャボーイズ。おーおー。じゃあ企画ですよね。これまず携帯かなんかで来るんかな。いえ、ここにお4枚の。おおそんなことできるんだ。このうち3枚が同じ企画、おお1つだけ違う企画となっています。うわー、めっちゃおもろい。おもろいな、おもろいよ。みんなに見えないように自分だけで確認してください。見ます。はいはいはい、いいっすね。確認しましたか？はいはいはい、確認しましたよ。大丈夫ですか？はいはい。それはね、絶対他の人に見られないようにお願いします。ここに絶対もう二度と触りません、これは。はいはいはい。というわけで普通にも企画やります。はい、じゃあ企画みたいな感じ。どうも、占い師のウラシです。ディガーです。キミロンです。スンです。はい、というわけで今回の企画なんですけれども、はい。じゃあ来ましたね、ついにこの企画。来ましたね、この企画。来ましたね、来ましたね、この企画。いや、もうずっとやりたくて、ミロンで。アプリ紹介なのかな、これ。アプリ紹介なのかな。まあまあまあ。それの、それの、まあ、どうなるかっていう。そうそう。はいはいはい。そのアプリ結構使ってらっしゃいます？いや、僕は、そんなにかな。え、そうですか？1日5ツイートぐらいする。いや、そのアプリ、お前今そのアプリのこと言ったけど大丈夫？まあ、青い鳥のアプリ。はい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 、やってみましょう。はい、それで各々説を持って最後ちょっとこう、すり合わせるみたいな。すり合わせる。各々がメイメイするパターン。各々がメイメイするパターン。各々ってことですね。だから企画っていうのはそういう感じじゃないですか。じゃあ一旦質問発表してみます。あ、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ私がいきます。こちらでございます。お、嵐の1枚目のシングルは嵐か感謝感激雨嵐。なるほど。あー、なるほど。なるほどね。よくできた問題ですね。結構いい問題。いい問題ですね。いい問題ですね。はい、僕の質問こちらです。フンディ1番ガンディかサンディ。あー、なるほど。うん、まあまあまあ、なるほど。はい、そうですね。僕としてはまあ、いい感じなんじゃないかな。なるほど。はいはいはい。じゃあ、レンガーさん、絶対に必要なのは冷蔵庫、洗濯機。あー、まあまあまあ、こういう質問ですよ。絶対に必要なのは冷蔵庫、洗濯機。そうですね。じゃあ、はい、結構はっきりしてますね。お、もっと増えてほしいゴミの回収日はペットボトル、オア瓶か。おー、なるほど。あー、なるほど。まあ、一旦じゃあこれで投票してみます。はい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 、いきます。はい、これ全員ですよね。追加しますよ、はい、じゃあ保健所でも。まあ怪しいなと思ったのは、はい、まあ、僕電眼さんかなと。いえ、なぜ僕らの層って料理しない人多いと思うんで冷蔵庫いらないと思うんですよね、多分。いや、そういうつもりで冷蔵庫を入れてない。洗濯機でしょ、圧倒的に。それとも俺らは多分洗濯機の方が大事かもしれんけど、世間的には多分冷蔵庫の方が大事じゃないかなっていう。なるほど、なるほど。っていうふうに俺は思う、僕はでもスーさんの方が怪しいかなって思うんですけど。キムさん何意識しました？これもうこれ作るにあたって考えてることは電眼さんと一緒だと思いますからね、僕は。そんな気するんですよ、僕は。だからキムさんと僕は同じことやってる気するんですよ。これはやっぱ、なんかな、俺やったら違うことやってる気する。そうですね。これはそうですか。どういうこと意識して作ったんですか、その質問は。いや、もういや、意外とまあまあまあいい感じなんじゃないかなと思って。まあでも嵐でもいい感じとしか言ってない。嵐知らん人もいるからね。そうですよ、嵐知らん人もいるから下の答えるかもしれんけど、やっぱ嵐の嵐って超わかりやすいやん、まず。
こいつが天然な場合もあるから、あ、そのパターンもあるから、いや、わからねえけど、俺はわからんけど、でも、俺のどうでしょうかね、これ。まあ、そろそろ、じゃあ、一旦、お読みますか。お読みます。読みましょうか。パーセンテージは発表しましょう、じゃあ。キムからで、ね、いきましょう。僕はですね、はい、ペットボトルが 85%、瓶缶が 15% です。おー。へぇ ー、 ー。それは狙い通りなんですか？それ言えんよ、それ言えんじゃないですか。いや、やっぱペットボトルが多いんやって、普通の感想言って言っちゃうわ。そうですね。じゃあ、はい、いきましょうか、はいはい、僕、冷蔵庫 79%、 洗濯機 21% です。あー、はい、近いっちゃ近いね。そうですね、そこで過ぎ合わせてきてたんや。そういうことですね、はい。じゃあ僕見ていいですか。はいはい。お、なんすか。ガンディが 80%、 サンディが 20%。 あれ、ガンディが 80%。 めちゃめちゃ似てるね。似合う。ツーさんは、うん、僕は嵐が 87% で、監視官ギャメルシが 13% です。あー、全員なんか近いことやったな。あれ、おい、お前ちゃうか、お前誰よ、お前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 、お一番下手くそな質問したのは、これ、デンガーさん。いやいや、なんでなんで、何パーでしたっけ。俺、79-21やで。79? ほぼ80-20やな。危ない、橋渡ったね。え、危ない、橋渡った。危ない、橋渡ってなくない。いや、これ同じくらい大事でしょ、どう考えても。僕らの層って、用意しない人多いと思うんで、冷蔵庫いらないと思うんですけど、洗濯機でしょ、圧倒的に。それでも、いや、同じくらい大事だけど、結果は、どっち答えるって言ったら、こっちの方が多いかなとかは思って、思ったら作ってるけど。おー、うん、幼稚園児がその感性持ってきてるんや。まあ、まあ、逆に占い師それ分かってないんだ。お前捕まえるぞ、お前は。え、君には法律を扱う権利はないよ。じゃあそうしようがない。これ指さす感じやっけ。指さす感じ、そうですね、指さす。狼だと思う人を、はい、指さしてください。はいはいはい、はい、はい、いきますよ、はい、せーの。え、スンが2で、スンが2で、俺が2、はい、俺のスンや。はい、何笑っとんの。こいつや、こいつや。あー、あーちょっと待って、やばい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 、もう、もう、もう、だってナダルさんのやつ見た、言いたいだけ今の。あの、勝ちを誇った瞬間のさ、何が。もう、お前らの決戦闘の意味ないねみたいな顔見たことあるもんね。お前らの、じゃあまあ、じゃあ俺らは入れ合うから、2人で話し合いみたいになるんちゃう。まあ、皆さん殺しといてもいいよ。いや、だからもう一旦とかないんよ。この前調査別だけど、今夜これで終わるんよ。俺が死んで3人で続くとかないんよ。俺はでも結局デンガーさんがやっぱ並列的かなと思ったから、うん、デンガーさんに入れるわ。じゃあデンガーさん入れましょうか。はい、はい、3-1で、はい、もうデンガーさん、はい、はい、一斉の手でひっくり返して、一斉の手でひっくり返して、はい、いきますか。いきますよ、はい、せーので、え、スンでしたー。イエーイ。お前今しあーあーあーおい、え、お前めっちゃいいやつやん。なんか俺とスン絶対違うってなったもん。俺スンの回答見て、いや、まあ、そうです。え、スン聞いてた、自分でショートさんって玄関さんとは違うかなとは思ったんですよ。でも自分らの今の最後の投票のせいで負けたんやで、俺ら3人。これはやっぱり91を少数派にした魔法あるんだ。あ、はい、すいません。いやでも、いやいやでもそんなことないよ。これ当てれたよ、多分。当てる口はあった。当てました、当てました。はい、というわけで、はい、1回戦目はさあ一人勝ちです。はい、2戦目ははいこちらでーす。あ、なにこれ、なに。はい、というわけで、はい、だから2戦目の企画のカードを配ります。はい、よしも、オーケー、見えた。あ、そこ、それで見たらあかんやつね。はい、自分だけ見てください。はいはいはい、これもう見えんように置いておきましょう。はいはいはい、こいつらもね、僕はもう触りませんから。はいはい、いやー、ついにこの時が来たね。来ましたね、来ましたね。いやー、今まで来てないんで、ついに1回。あ、お前待ってたやん。待ってました、待ってました。お前怪しいで言ったけど、今。ん、いや、お前まで。いやいや、自分前、ま、それ待ってなかった。しかも怪しいって自分が一人かもしれへんのに。いや、そうそうそう、分からんね。じゃあ、お前進めてみろよ。あ、せっかく進めますか。あ、待って、え、待ちに待ってました。このために、このために、このために、この入り口を待ってきました。このパンを使って今日はね。いや、パン使うね、これ。このパン、パン使いますね、これ。もう、おのおの使ってみますか、パン。
確かに確かに、はいはいはい、一旦まあ、はい、行けるとこまで行きましょう。行けるとこまで、ね、行けるとこまで行く。はい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 、なるほど。じゃやります。ただ俺これ待ちに待ってますから早く食べたい。もうね、口の中にこのパンを入れたくて仕方がない。入れるんだ口に。口に入れる可能性ないですか。いや、え、入れます。まあ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 一応あるか。ゼロでもないです。ゼロでもない。じゃあ行ってみます。行きましょうか。行ってみましょう。はい、お前前で、お前前で。俺はもうこの後どうなるのかこいつ。この後どうなってもこいつに入れる。じゃあもうお前がの掛け声で、スンタ君。はい、それでは始めたいと思います。スンタ君、はい、よーい、始め。お、お、あ、いい感じっすね。まあまあまあ、まあ、いい感じっすね。すげえ熟してる感じとかもわかる。あ、変な声出すなって。そういう感じですよね。うん、まあ、そういうことですね。あ、ショック。あ、ちょっと…おかしいよね、みんなさ、なんかこうやってさ、ちょっと…あ、してるのさ、はい、いや、お前ら…真ん中くり抜くしかしてないよ。そうか、それあなた一人だけ逆やってるやん。パン逆にしてるやん。エヴァ入ってますよ、これ。なんで…なんでそんなこと言うの。結構ガチの音…ガチの音やったら、ガチの音やったら。いや、まあ、こうやって食べると俺は初見なんや。初めてやってる。いや、これはだから…じゃ、企画で置いてます、今。え、逆になんで…みんな残してないんすね、みんな。あんただけ違う企画してるからですよ。そうです。あんただけ違う企画してる。あんただけ違う企画してるからでしょ。普通の YouTube やったらお前ボスの企画。まあ一応企画でやってるからさ、目的が違うから。これが企画の目的やったら多分ボスやけど、これは上手を当てるっていう目的やから。はい、企画人狼では企画はやっぱしないといけない。なるほど。とりあえずまあヒロさん、じゃあこのパンどうでした。まあ僕はでも5枚切りではなくて6枚切りが好きなんですね。だからちょっと分厚かったかなという印象ですね。うん、なるほどね。でもはなんかスンさんがね、やっぱ焦ってたよね、途中なんかもう。そうですね。お前だって全然とりあえず企画してなかったのか。いやいやいや、これが企画なんですよ。でもあの今のスンへの下りでカノンさんが少数派ってことが俺の中で確定したかな。俺の意見にのこのこついてきたから、はいはい、あ、これも自分の意見ないわと思って、あ、お、あ、飽きませんってなってた。ええなんでそんなこと言うよ、お前。え、で、俺だけも一緒やったもんだ、でも使ったもん。いや、キムさんの多分こっちより。いや、多分そうだ。なんで僕、デカさんでしたよ。僕、デカさんでした。いやいや、俺もよろしい。俺もよろしいよ。いや、みんなよろうや、みんなに。なんで、いや僕はあの花尾さんの振りに対して花尾さんが望みそうな答えを返してあげた結果全然反応してこなかったんで、ああ違うんだなと思いました。ああ、なんで、なんで。でも少数派と自分が思ってる場合はなんか多数派に乗っとくっていうのが結構ですね。そうそうね、そうですね。お前の周りっていつも人も集まるからいいよな。だからそういうことじゃないよな。さっき、食べ終わる瞬間にスンと目が合って、あ、多分一緒なんだ。あー、なるほど。で、最後の最後までこうやってパンの耳残すやつ、はい、大体悪者。先にいいとこからしか食べずに後で悪いところを目つぶろうとする考え方、これは悪いやつの考え方やから、今の感じでワードが、はい、投票行きましょう。あ、投票行きましょう。そのやり口知ってるぞ。いや、そのやり口今日絶対どっかで披露したなと思って。一旦じゃあ投票一回行ってみます。はい、見えてますけど。見えてますけど。せーの、3-1ね。3-1、はい、3-1、はい。花尾さんが勝つ。じゃあ、俺行きますか。絶対これさ、王道パターン引いたはずじゃないかな。行きます。はい、 OK でーす。せーの、ドン。やっぱりかー。いや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 、まあまあまあ、でもまあ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 、マジか。遅食いだと思ってました。あ、俺も遅食いやと思ってた、はい、いや僕は食レポだと思ったんで6枚言うのが良かったっすねみたいなこと言ったんですよ。あー、望む答え返したんですね。望む答え返したら乗ってきたんで、あー、やっでも早とおさと分かりやすすぎるって言ってました。そうそう、で、早食いじゃなくて食べる系でなんか企画って考えた食レポだった。おー、さ、すごいっすわ。もうやめますか、この企画。
もうやめますかこの企画。